はいどうも、勘九郎です。今日はですね、僕が統合失調症を発症した時の様子っていうんですかね、どんな症状が出たのかっていうのをね、話してみたいなと思います。でですね、本題に入る前に簡単な僕の自己紹介をさせていただくと、僕は現在41歳独身で無職のニートです。そして統合失調症っていう病気を持ってます。普段はですね、こういった感じの統合失調症関係の動画もアップしてますし、あと41歳無職ニートのリアルな日常みたいな、そういう感じの動画もたくさんアップしてます。興味ある方はですね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。そしたら本題の統合失調症の症状が出てた時のその僕の様子っていうのをちょっと話していこうかなと思います。チャンネル登録よろしくね。これですね、まず一番最初にお話ししておかないといけないことがあって、それはですね、統合失調症って皆さんが一番イメージする、そのこの人頭がおかしくなってるなっていう、その感じの症状が出てる時っていうのが急性期陽性症状って言われてたりするんですけど、その急性期の時の様子なんですね。なんで僕も今日はその急性期の時の話をしようと思ってるんですけど、一応言っておくと、統合失調症って急性期って呼ばれてる時期と、その次に休息期って呼ばれてる時期、陰性症状っていう言われ方もするんですけど、その休息期っていう時期があるんですね。で、その次にやっと普通の状態に戻るんですよ。今僕こういう感じの状態がまあ普通の状態なんですけど、でまた次に急性期、その陽性症状がまたどのタイミングで来るかわからないんですけど、また陽性症状が出て、でまた休息期が出て、また普通の状態に戻るっていう、このその状態をずっとこうくる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 サイクルしてるんですね。回ってるんですよ。まあ統合失調症ってそういう病気というか、ずっと繰り返してるんですよ。で、まあ一応休息期っていうのがどういう状態かっていうと、あれですね、うつ病にすごく似てる状態だと思います。何のやる気も出ないし、僕とかはそうですけど、もう2ヶ月とかお風呂にも入れないような状態っていうんですかね。まあ僕実際そうだったんで、そうだったっていうか、まあ毎回休息期が来るとそういう状態なんですけど、ベッドからずっと動けないし、もう言ってしまえばもう食欲以外は何も欲が、そのやる気っていうか、そのまあパワーが出ないみたいな感じですね。それが休息期って呼ばれてる時期です。はい。で、今からお話しするのが、その今回の動画の本題なんですけど、急性期、陽性症状が出てる時ですね。その時の話をちょっとしたいなと思います。まあ、これあくまでこの僕はそういう状態だっていう話で、その統合失調症の方みんなが僕と全く同じだっていうことは全然ないんで、それだけちょっと最初に言っておきます。ただ共通する部分も結構あるというか、僕もその今までに7回入院してるんで、入院した時にその他の患者さんといろいろ話とかもしましたけど、めちゃくちゃ共通する部分もあるんで、まあその症状の軽い思いはあれど、まあ共通する部分もあるんだと思います。はい。でまず僕の場合はなんですけど、急に来るんですね。普通の状態の時に急にそのバーンってこう、なんていうんですかね、世界が入れ替わっちゃうんですよ。これちょっとね、説明めちゃめちゃ難しいんですけど、その世界が入れ替わった状態っていうのがどういう状態なのって言われたら、言葉でね、説明するのがめちゃくちゃ難しいんですけど、まず原子が見えてます。幻覚って言った方がいいかな。普段普通は目に見えないものがこう見えてます。このゆらゆら、なんだろうな、空気、透明な空気が目に見えてるみたいな感じでゆらゆら揺れてて、それがなんか僕はなんですけど、気ってあるじゃないですか。霊気っていうか、なんか気みたいなものだと思って、妄想でその陽性症状が出た時って絶対思い込んじゃうんですね。で、なんでそんなのが見えるようになったかって言ったら、この急にバーンって見えるようになるんですけど、その瞬間に神様とか特別な存在みたいなのが僕に憑依したって、なんかそういう風に感じたんですよ。感じたっていうか、毎回僕はそうなんですけど、陽性症状になった時は、あ、また来たみたいな、また神様が宿ったみたいな感じで、自分の体にその憑依したことによって特別な力を手に入れたみたいな感じで思い込んで、うん、まあ妄想ですよね。すごい思い込んで、で、幻聴っていうのもよく、統合失調症の方って幻視と幻聴と妄想の3つがあるって言われてるんですけど、その幻聴も僕の場合はなんですけど、なんかその声として聞こえてくるんじゃなくて、自分の体に憑依したその神様みたいな何か目に見えない存在の声が自分のその意識に直接語りかけてくるみたいな感じでした。
僕はですけど、まあ人によってはなんかいろんな患者さんとかとも本当に話したんですけど、なんか本当にその声として近所の人の悪口が聞こえてくるとか、なんかなんだろうな、本当にちゃんと声としてその聞こえてくるっていう方もたくさんいるんですけど、僕の場合は意識に直接語りかけてくるみたいな感じの幻聴が僕にはありましたね。それになんか何々しなさいみたいな感じでこう指示出されるんですよ。すぐに外に行きなさいみたいな感じで言われて、でなんかこうもう着替えてもう外に行くみたいな、外を徘徊しに行くみたいな感じでしたね。うん。で、人の顔とかももう全然違うように見えるんですよ。道を歩いてるいろんな人いるじゃないですか。まあもちろん家族でもいいんですけど、もうだ人の顔とかもなんか、もう言ったら自分の目に映ってる景色ですよね。もうすべてがなんか違った世界に見えてるみたいな感じです。で、なんか地球と自分が一体化したみたいな、なんかそういうすっごい感覚になってるんですね。そういうなんか神様みたいなのが憑依してるときは。で、こう、地球から、そのなんかね、パワーみたいな、僕の中では気だったんですけど、その気をなんかこう、自分の体にこう取り入れるみたいな、吸収するような、なんかその、外を歩いてると、徘徊してると、なんかこう、地球からパワーを得てるみたいな、なんかそういう変な錯覚に陥ってて、で、僕、まあ、7回入院してるって言ってるじゃないですか。そのうちの3回が、措置入院なんですね。措置入院っていうのは、まあ、その、警察のお世話になって、国の力で強制入院させられる形の入院形態があって、それを措置入院って言うんですけど、僕それ3回してるんですよ。1回目の措置入院の時は新宿の歌舞伎町で寝転んでて、なんで寝転んでたかって言ったら、その神様がその寝とけって言うんですよ、歌舞伎町で。で、もう神様が寝とけっていうか、もう寝転がって、そしたらもう道行く人がそのびっくりして声かけてくるじゃないですか。で、その神様がもう何も答えるなって言うから、何も答えずに目つぶってこう倒れてたんですよ、ほんと道端で。そしたらもう救急車呼ばれちゃって、で、普通の病院に運ばれて、なんか点滴みたいなのされたんですね。点滴と、あと、あそこに管みたいなのがあるんですけど、それを入れられたんですね。それがなんか痛かったのかな、なんかで、急に僕が暴れちゃって、で、暴れたんで警察呼ばれたんですよ。で、保護されて、それでなんか警察署でもちょっと僕の様子がおかしいから、それで措置入院になったっていうのが1回目ですね。で、2回目はナイフをね、持ち歩いてたんですよ。ちっちゃい不良とかが持ち歩くようなナイフを外で持ち歩いてて、警察からしてもなんか雰囲気で、なんかこの人ちょっと変だなっていう、なんかわかるんだと思うんですよね。だから多分薬中かなんかと間違えられて、職務質問を受けて、その時にナイフ持ってたから、派出所にまず連れて行かれて、で、なんかいろいろ話聞かれたんですね。あれだけど、僕の様子がおかしいと、何を答えてたかちゃんと覚えてないんですけど、僕もその時も完全に頭おかしくなってるんで、まあそれでもう警察が、あ、この人ちょっとダメだなと、危ない人だなってなって、それも措置入院ですよね。で、3回目は、まあ、この家なんですよ。去年なんですけど、この家で、横にキッチンあるんですけど、キッチンで、深夜の2時とか3時ですよ。まあ、ちょうど今これ撮影してるのもそのくらいの時間なんですけど、去年、もうすっごい頭おかしくなってて、ここで革ジャンを焼いたんですね。革ジャンを燃やして、それも神様から燃やせって言われて、そういう指示が出てたんで、ここで燃やしたんですよ。そしたら、ここは火災報知器みたいなのがついてるんですね、マンションに。その火災報知器が夜中になっちゃって、もう消防署も来るし、警察も来て、で、警察がまあ僕の様子がもう明らかにおかしいってなって、もうそれも措置入院です。それで3回措置入院してますね。うん。で、まあもう本当ね、もっとその、陽性症状が出てる時の症状っていうのをね、もっとめっちゃわかりやすく説明したいんですけど、これね、統合失調症の方に話したらめちゃくちゃわかるって言われるんですけど、一般の人からしたら多分すごいわかりにくい例えなんですけど、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人ってわかりますかね？あれになってる状態の感覚って、そのなんで人間がわかるんだって話なんですけど、そんな感じなんですよね。なんかもうすっごい体も軽くなってるし、これちょっと人間じゃ考えられないんですけど、10日以上寝れなかったりするんですね。本当に最大で11日一睡もしないで起きてたりしたんで、陽性症状が出てる時ってそんな感じなんですよ。だからなんかもうね、全然寝れないし、すごい外とかに出たいような、なんかね、そういう感じなんですよ。それがなんかね、例え的にスーパーサイヤ人っていう例えを病院とかでは結構してたんですけど、それに入院してる患者さんとかはめちゃくちゃわかるって言ってましたね。あとね、あとこの話もちょっとしたいですね。陽性症状が出てる時って、いろんな人とか、まあ、人以外にもなんかね、物とか、まあ、例えば冷蔵庫とか、電子レンジでも何でもいいんですけど、もうボールペンでもいいんですけど、なんか物とか、人もそうなんですけど、テレパシーで会話できるように僕はなって、
ってて、やばいんですよ。やばいんだけど、その心と心で会話できるみたいな、なんかそういう変な感覚にもなってました。でね、これもね、一緒に入院してる患者さんと話した時に、僕も一緒って言ってたんですけど、テレビあるじゃないですか。テレビに映ってる芸能人とテレパシーで会話できます。はい。なんかね、心で繋がってるみたいな、なんか変な感覚があるんですよ。それも僕の中では自分の中に憑依した神様が与えてくれた力だみたいに思ってたんですけど、これね、ほんと毎回同じなんですよね。で、最近はテレビじゃなくて僕の場合スマホなんですけどね、スマホを見てて YouTuber さんと心で会話してるみたいな感じに去年入院した時とかはなってましたね。で、これ僕あるあるなんですけど、様子がおかしくなってる時って外でなんかいろんな人に声かけられるんですよ。なんでかわかんないんですけど、なんかね、声をね、かけられるんですよ。公園とかでもそうだし、商店街とかでもそうなんだけど、僕はこの、今のこの普通の状態だったら絶対にこう、向こうから人がこう寄ってくるってことはないんですけど、病気で陽性症状が出てる時って、なんかね、人にすっごい声かけられる。いや、僕もね、多分ちょっと性格が完全に変わっちゃってて、なんかそのお店の人とすごい話しちゃったりとかそういうの確かにあるんですけどね、なんか雰囲気が多分変わってるんだろうね。オープンな感じっていうのはこう、もう誰でも来いみたいな、なんかその、そういう感じに変わっちゃってるんだと思います。で、なんかすっごいお金使っちゃうっていうのありますね。あともう一個そうだ。そう、なんか陽性症状が出てる時って、なんかもう絶対に普通だったら買わないような、めちゃくちゃ高い服とか、お店の店員さんにこう勧められるじゃないですか。てかそもそもね、普通の時だったら入らないような、なんかそのお店とかにも入っちゃうんですよ。頭おかしくなってる時って。で、なんか店員さんの心の声とかも聞こえてくるようになってて、すごい買ってもらわないと困るみたいな感じで、かわいそうだから買ってあげなきゃみたいな感じになって、なんかめちゃくちゃ高いもの買っちゃったりとか、そういうのもありますね。はい。うん、まあそんな感じかな。そんな感じでもうなんか徘徊してて、で最終的に結局なんかそのまあ、さっきも言ったその家で革ジャンを燃やしちゃうとか、なんかナイフを持ち歩いてるとか、なんかそういうちょっと変なことになって、最終的にはもう僕の場合はもう措置入院になるっていうレベルですね。家の中でだって革ジャン燃やすっておかしいじゃないですか。もう完全におかしいんですよ。そもそもね、なんかその神様に操られてるっていうのを、僕の中では操られてるっていう言い方をするんですけど、自分の体が乗っ取られてるみたいな感じなんですけど、そういう感じでもうなっちゃってるんで、どっちにしてももうなんか入院しなきゃいけないレベルなんですけど、まあそんな感じかな。あ、もちろんね、そう、仕事してる時になったこともあって、その仕事してる時になったら、もうね、職場行くんですよ。職場行って、もうバリッバリもうダメですね。もうなんか、もう変なこと言って、虫と今会話してるとか、まあ言ってたんですけど、もうね、仕事をまともにできないんで、仕事終わった後とかにも徘徊するんですよね。その徘徊に、もう無理やり手引っ張って付き合わせたりとかして、同僚の人、もう完全にダメで、まあいろんなところで働いてる時に変になってるんですけど、あとなんかまあ薬中って間違えられてたこともありましたね。僕おかしくなってる時に薬かなんかやってんのかなみたいな感じで言われたこともありました。どっちにしてもね、僕入院しなきゃいけなくなるんで、仕事はね、もう辞めなきゃいけなくなるんですけど、相当迷惑かけるんで、まあそんな感じですね。ちょっとね、わかりにくかったかもしれないんですけど、まあ一応ね、統合失調症でその症状が出てた時っていうのはまあそういう感じでしたね。はい。また最後にちょっと同じことを言いますけど、僕普段もですね、こういう感じの統合失調症関係の動画もアップしてますし、私生活の動画もたくさんアップしてるんで、もしよかったらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あと、この動画が良かったと思ったら、グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。